いい？そっち意思疎通取れる？どういうこと意思疎通って。やるかじゃあ。こいつが黒崎いちごってのは知っとる。で、書く漢字で書けるな。すご。わからん。多分こんな字やった気がする。で、こいつが死神と死神と人間と何かのハーフってのは知ってる。その何かが何やったかなっていう話なんですよな。俺は知っとる。これはもう常識だよ、多分このブリーチ読んどる人からしたら多分常識だよな、これは。常識なんか、でも言うて最近やでな。そうなの？最近じゃない、あれ分かったの。俺知らんけど。最後の方やな。もう終盤だ。いやんな、終盤の方に分かってってんな、あれ確か。なんだろうな。死神と人間。それ以外に何がおる？妖怪にしとくわ。のおい。のおい。の妖怪のハーフ。一気に芸人の人になっていくやん。まあ主人公やな。左は両親一番。めーつ。せやな。せやな。うん。で、こっからもう分からん。やばい、俺も分からん。こっから、こっからも分からんから、こっから推測になる。名前が分からん、まず。広い、多分これはヒロインなんだ。いや、今回は名前もいくよ。うん、そう、広い。今目の前広いんやよ。今目の前に日本人の名前自動生成メーカーがあるから。なんだそれ。名前、うん、名前がわからん。名前がわからん。いや、ミルクとか。やばい。二人でイチゴミルクに。画像やったらな。白いのにな。ヘッドホン外すわ、ちょっと。こっから一人音なん。オッケー。で、こいつな。やばい。こいつも忘れだった。クインシーってことだけは覚えてる。石だや、石だ。黒崎の上石だやん。わからん。友也にしとくわ。タイはないけど、友也にしとくわ。お前。こんなイメージなんか友達に。だいぶ美化されとるな。だいぶ美化されとるな。で頭脳派？頭脳派タイプ。やばいやつ来た、ほんで急に。なんでそんなやばくないやん。日本人がうわ、ワスタッタ。早速日本人ランダム生成メーカー使いにくなった。忘れた、やばい。顔はひとんのに名前が出てこんタイプの人たちがいっぱいやんけど。あ、これあれやな。人間サイドか死神サイドかも書いといた方がいいのか。人。こだわる。頑張れ。こいつ人じゃないって。こいつは多分人じゃない。もう終わるもん。こんなことやり始めた。で、なんかあるかな。名前何だっけ。こいつやばいな。やばい、忘れた。いや、なんか見たことはあるんさ。何にも出てこいんやん。見たことはあるんやけど、何のキャラなんかがマジでわからん。でもマイケルなんやろ。わからん。やばいな、忘れとってるな。だいぶもうあかんわ。顔知っとんのに名前出てこないやつしか、ほら。ガオヤンね。知らないおじさん。僕もや。ガオヤンにするわ。じゃあ。チェックペックやば。なんやかんやって。こいつ名前忘れた。マイケル。やばすぎ。チョッパー枠やもんな感じ、ね。姿、姿。こうか。それだ。イチゴの父親。隣なんだ。こいつはゲゲゲの鬼太郎とか言うから隠す。引っ張られとるやん。めちゃくちゃや。これ人間サイドな。で、隣なんだ。やばいな。これがお父さん。悪者サイドっぽくない。お父さん。人悪にしとこう。お父さんやって。今出してるやつには悪ほぼおらんやろ。おら、てか悪おらんやろ。まだ。おらへんおらへん。ゴリゴリの味方サイズしかおらんやろ。え？そうか？あ、そうでもないか。ああ、あれか。トモヤだけはちょっと一瞬裏切るか。ゴロ。
でも浦原キスケ悪役っぽかったやん。主人公らが最初にぶちのめす、まあ、悪役っぽかったけど結局いい人やったな。もうほぼ悪役と言っても過言じゃない。最初にぶちのめす。お父さん、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 パワータイプ、パワータイプ悪人。お父さん、何の悪をやっとんのかがマジでわからんが、そんなモブキャラみたいな、そんなキリッた顔してないって。魂で気づいてくれ、服装で気づいてくれ。なんか死にがあるから。なんか本当やな、服装が魂横取り機。ビーチ全キャラビジュはいいからな。私服はダサいけど。こいつやばいな。いや、こいつはもう悪役やろ。もう悪役でしかない見た目が。これはもう悪役。見た目が悪役でしかないけど、普通にいい人だぞ。リュウジ。果たして本当にいい人かな。リュウジ、トリッキータイプ。大体こいつのせいやでな。トリッキー頭使う系。間違ってはないな。間違ってはない。うん、間違ってはない。超頭使う。ガチ大体こいつのせい。なんか声がすぐに不慣れそうな声してるけど。ワンチャン主人公サイトに。おお。蘇るかもしれん。確かにうさんくさ召喚はすごい。トリッキー頭使う系ってそうやな、なんか。そういう従属今日サクサク言っとんな。あんまりしてなさそうな。ヒロやばかったの。とこれ急に来たの。マイケルの母親。マイケルどれや。マイケルあれや。美人すぎるわにしては。ドスケベ褐色猫ちゃんだな。チャドの母親やばいやろ。チャドの母親。姉とかに一桁で攻めて。ドスケベ褐色猫ちゃん。いや、この見た目からあの名前絶対出てこんやろ。マイケルの幼なじみで。幼なじみ。なんか2、3話ぐらいなんか場を乱して帰ってく人。その美女でその立ち位置かわいすぎるやろ。僕は最後の方までちゃんと出てくるじゃん。ジャンプ作品ちゃんとこいつやばいな、誰やねん。キャラ割と出てくること多いから、うん、いい。こいつだけ顔顔面フェアリーテイルな。そのフェアリーテイルこんなんやっけ。こんなんじゃなかったっけ。夏こんな顔しとった気するぞ。あー、わからんでもない。フェアリー、お前なんかモモキュンソードみたいな顔してんな。ユリエ、こいつの昨日何やったやろ。昨日はマジでひどすぎたやろ。人物名バカ早いよ。超適当やろ。今日だってあのあれやから、こいつ日本人名前メーカーつ悪ガキはあんま関係ないけど、友達が関係あるとかありそうじゃない。こいつはなんかよ、死神妖怪関係ねえな。妖怪サイドでなんかありそう。妖怪。そうな、あのあれな、クインシーな、妖怪な。クインシー妖怪にな、妖怪になっちゃった。だいぶ違うな。ゲゲゲの鬼太郎になっちゃった。誰やねん、やばい。ウルルってこんな字書くんや、名前。あれやんな、こいつマジパッと見クレヨンしんちゃんの敵役で出てきそうだよな。いや、その2つ後の方が出てきそうな気がするけど。マジ？ちゃんと見れてないんだ。主人公らがタムロするコンビニの店長。コンビニなんや。キャラっぽいな。確かにクレヨンしんちゃんの敵役でおるわ、こいつ。死神か？いや、人サイドやろ、こいつも。こいつ全然忘れだったな。突っぱ抜けとるな。パパよ、パパ。パパか。妖怪か、妖怪の。妖怪のパパよ、妖怪。妖怪のパパ。それただゲゲゲ鬼太郎の父ちゃんやん。対策をする人。ちょっと違うな、国家規模でするな、こいつは。
名前ねえな。カズノリにしようじゃん。カズノリ。やばいな、ほんでこいつ。ヘンダーランドとかで出てそうやん。もう悪人ではあるやろ、この顔は。妖怪使い。悪人といえば悪人。逃げるで。見た目やる。里江顔してるこいつ。こいつなんやろ。なんか。なんやろ。陰陽師の娘的な。どっかの寺の娘。ひじぎ風 20% って感じ。サボりがちな人。アギアさん。人。こっから絶対死神見よろ、明らかに。服装変わったもん。気づけよ。気づけよ。あ、あとね、ユーハワッハって人知っとる。ユーハワッハって人は知っとるんさ。けど、どの人かわからん。あの、一番悪い人やろ。一緒に見たもんな。さっきユーハワッハ出してもいいな。一緒に見たもんな。ある意味正解になるのか、ユーハワッハって書かれてる。あってはおるからな。この人やろ。この人じゃない。これどっちで正解にする、これユーハバッハで正解にする、これどうする。いや、これは残月や。残月やな。どう見ても残月や。一番悪い人。天才残月の方にしたらよかった。あ、このおじいちゃん、おじいちゃんこの人に殺されるんじゃなかったっけ。そこだけ見たんよな。下の人殺す。とんでもない最初の方や。でもな、いちごが最初残月って叫んでなかったらな、ユーハバッハって叫んどったら終わっとったもんな、確かに。やっぱダメやって。ヒロインというか、なんか姉弟子みたいな枠が書けん。またルキアってどのサイドのやろな。やヒロインな、一応姉弟子。ヒロイン枠ではあるんじゃない、わからん。ヒロインなんじゃない。弟子ってこの詩やったっけ、ちょ忘れたわ。じゃないと助けに行かへんやろ。まあそりゃそっか。ルリね、ルリいいね。あ、お、惜しい惜しい。日本人なの、なんか日本人っぽくなくない。日本人っぽくなくないわ、やばい。全部日本人っぽくないよ。本当な。この人スケットがよく人枠じゃない。え、ちょっと今回スケットがよく人枠おるか。野球か。はい、スケット外国人。どう考えますか。でも最初の方であれないから、もう外国人の名前キスケとかこのユリちゃんあたり。ああ、下田に誰おるっけ。下もあれか。あとはもう死に神さい。スケット外国人。あ、グリムジョージャガージャックやな。ちょっと違うやん。グリムジョージャガージャック。ちょっと違うな。クリスな、キスケ。育ち良さそう。キスケ夜市かな。お待ちよ。こいつ多分さ、これもな、この人も知っとんよな。イチゴのライバル枠みたいな人やろ。そやな、レンジは。ザビマル好きやわ。ダビマルええよな。ええよな。いいよな。あれちっちゃい頃いっちゃん好きやったな。なんかブリーチよ知らんけどザビマルだけめっちゃ好きやったな。そうだ。いいよな、あの蛇腹というか。そうそうそう。あれがいいよな。あれがいいよな。頑張れ頑張れ。当てろ。そのいかつい顔から連想しろ。いったれ。ワンピースで言うとキット枠や。ベニマル。ああ。めっちゃ悪そうな人来たけど、この人も多分知っとるぞ。いやー、ケンパッチは分かってほしい。俺らも言っとったもん、言っとったもんな、見ながら。ザラキケンパッチは分かってほしい。なんだっけ、なんか、強い人な、強い人。強い人。
強い人。死神のなんかこのさ、何番隊の強い人、枠にとらわれてない強い人的なわけじゃなかったっけ。違うか、分からん、分からんけど強い人。 MDO でいいね、 MDO で。ジャラキ原発じゃなかった。おお。よっしゃ、いった。お、わかった。クリティカルっての聞いたことあるぞ。こいつやろ、多分。来たか。ザラキ。ザラキ、ちょっと漢字で書くか。漢字で書いた方がおもろいやろ、多分。無理やろ。無理やろ。もう終わった、終わった。弱そう。めっちゃ弱そう。めっちゃ弱そうやけど、これしか思いつかなかった。あっ、いける、すげえ。やばい。マジかよ。作中3番手ぐらい。マジですげえな。なんでわかったし。三茶さんやな。どこを見てさっか。ブリッジ最強3トップなんてさ、アイゼン、ソウスケと強人だけど、キジマさんと言うはばかやん。矛盾するけど、多分そんな感じやろ。待って、強人だけどいい人なんか。え、でもさ、何、月島さんがいくら頑張ったところでさ、この人もザラキあとね、超えれる、まあ、効率隊がおるってのも知っとんじゃろ。こいつやん。ああ、ひょりん丸な。としみつが何回撮った動画で、あの爽快液体窒素で凍らせる動画で、ひょりん丸な。東白は、東白はな、ひょりん丸、ひょりん丸やった。ひょりん丸が津賀や。名前なんか技なんかがわからん。でもヒョウリンマル名前めっちゃいいな。名前ヒョウリンマル尖りすぎやろ。絶対技見え。絶対技見え。そんなん言うたらお前他のやつは大概尖っとるぞ。必殺技ヒョウリン。ちょっと分かって表現が。リンマル氷使いやんな。氷使い弱いイメージあるよな。でも効率が弱いイメージついとるのがこの人がおるからって説がある。弱い。そうだ。素人でかなった投資路を並べといたらよかったやん。いや、それはね、今回はちょっとやめたから。かばせ。ひどい考えよ。いいやろ、絶対クール系の。ヒョウマとかにするか。あ、惜しい。惜しくないわ、僕。惜しくもない。惜しくないわ。はない。出なかったわ。あ、この人ね、何だっけ、素早い系じゃない。おっぱい、ハイザキなんちゃらじゃなかった。ハイザキ、ハイザキじゃないな。おっぱい大きいしか全然あれがないんよ。松本ですけど。松本やったわ。松本さん素早い系の。あ、そうや、松本や。ほんとだ、松本さんや。松本ランギーか。レイコ、レイコにするか。あ、でもレイコっぽいな。レイコっぽいな。いや。いや、素早くはないか、この顔。ハットミイチゴのお母さんに見えるけどな。テクニック系にしとくわ。幻惑みたいな。強っ。美人系ってそうじゃない。幻惑加減からひらがなで済まん。テクニック系、幻惑系。推測、うん。それ以外の情報ねえな。推測いいぞ。でもこのお姉さん系ってさ、あれじゃない、主人公が好きやったりするような。主人公に愛着。にな。主人公のことを好きな。次。で、この人の名前がわからん。ああ。この人、なんか、炎使いやったよな。めっちゃ。うん、この人が、なんなら、めっちゃ強いタイプの人や。めっちゃ熱いじじい。メトロ会長枠。熱いんだ。そっちは熱い。会長枠やから。ネテロ会長ほど人はできてないと思うけど、こいつ。うん。でもこいつもかっこよかったな。挽回クソかっこよかったな。名前か。
名前わからんな。暗海とさ、幻覚にするか。うん、波動ごっちゃになるんさな。あ、で、波動の90。こっから消化試合やな。ずっとやけど。あ、待って、この人知っとるぞ。の前でこっちに決めるか、さっき。この人、ブーですけど。さっき。こいつが素早い枠や。名前絶対当たらへんやろ、ソイフォンとか。ソイフォンは当たらんな。当てたらそれはもう知っとったってことや。で、主人公のことあんま気に入ってない。なんかでもちょっと間違ってはないんやな、ちょっと悪い方向性は。なんかうっすら全体のこと嫌いそうやもんな。名前、うっすら全体のこと嫌いそうって。名前、良くも悪くも仕事人やな。総平、夜市大好き。こいつワニ丸ついてた。パワータイプ、こいつ知らんわ。見えるけどめっちゃ負ける。ソイフォンのこと支えて挽回を取った人。うん、名前すごいよこいつ。なんて名前なのこいつ。お前だ。お前だ。なんだろうな。お前だ。マリチオさん。マレチオや。はい、マレチオ。ゴーチとかにするか。こいつこんな見た目より妹ちゃんと可愛いから。弱いんだな多分。でこの人知っとんさら腹に大穴開いとる。残髪ともうゴーではないやろ。多分この人だったと思う。お前だ。本名クソ長いよな。あこれ、あほんまやめっちゃ長い。え、これなんか。え絶対いらんけど。これぐらいやないかね、これぐらい。ああ、合っとる、すげえ。まゆりさんのやつ。一回死んだと思われたけど、おしゃい、ね。アブドゥ、アブドゥみたいな。言いつけた回数の分だけ対象の重さを倍化してる。この人なんか名前チラチラ聞いたことあったら。切られた相手はその重さに耐えかね、詫びるように頭を差し出すことからこの名がついた。えぐいな。やけど、そう、あの、松本の断白と対象割りにさな。かわいそう。なんとかすけじゃない、なんとかすけ。すけ。ちょ、わからんからゆうすけにしてこう。名前はな。この人。どういうかな。ケンパチ。ヒーラーか。ケンパチさん。ケンパチ。ケンパチ。ケンパチで。この人も多分見たことあるんよな。まあ、ある意味ヒーラー枠。魔行の眉美にしよう。ああ、ぽいわ。確かに。戦ったらそこそこ強い。おお、そこそこじゃないけど。バケモンや。バケモンや。かたくなに前線に出たがっとったからな。こいつ。なんか書いてあるぞ。4。4書いてある。こいつなんだろう、新人。新人ぐらいしか情報がないの。新人その2。イサネって新人？裏切りそうじゃない、なんかめっちゃ。新人どこじゃないよな。裏切りそう。新人ではない。副隊長じゃなかったっけ？まああれだから、あの他の人と比べると見た目がね派手さがねえからな。裏切りとおもろいなそれ。裏切りと可愛いだけやのに。名前か。確かに顔が裏切りそうな顔してるな。カツオミ絶対違うわ。長くね、あと2列。来たやん、来たで。お、
好きで好きなやつ。大好きなの来たぞ。なんでや。落ちたじゃない。落ちたが。なんで。なんでお前悪魔になったら。ちょっとお前ジェネコンガローにするわ。ガロー。なんか俺の剣とか言い出しそう。もう残白刀の名前もうガロー剣やろこれ。ガローにしてはなんかあれやな、中剣っぽいよな。サポート気づかんか、気づかんな。サポート系の、ま、たけどそこそこ戦える人で、この人、この人強そうやな。横の人はまあ置いといて横の人置いといて置いてかれてんけど、あ、強いな。うーん、名前か、いいな、遊びのおっさん洒落とるよな、この人。昔の女引きずっとるでな。もう鎮守しようとするからな。人間界で仕事しとる衣装もな、割とヒントなんやけどな。なあと髪型とかな、なんかちょっとちょろちょろって消えとる、そのナンパな感じ。強いな、やばい。でもな、この名前は出てこんぞ。こいつ光ね、名前はね、こいつ光人やろ。で、チラッと見たのが、なんか武器開発みたいな担当じゃなかったっけ。開発担当やった気がする。よくある研究系の開発担当の、そう、マッドサイエンティスト。いや、この眉毛の横にさ、化粧落とした眉毛を置こうと思ったんさな、最初。相手を駆使して戦う系。アイテムって言っていいかもう微妙なとこあるけど、まあ薬はアイテムでしょ。名前は知らんな。なんとか様やろこいつ。したこうや、キジマにした。バイキンマン、キジマ様になってった。三つ編み、なんかパッと見桜大戦やん。死神サイド。なんか委員長とかやってそうやん。やってそうやんな。ヒーラーの人の部下じゃない。この人何やったっけ。名前出てこ。あ、クギミーなんや、声優の人。ちゃんと横に並べたのに。名前の意味も大事だよな。結構頑張る人、結構大事やな。結構頑張る人、そうやな、めっちゃ頑張ってる人や。まゆみどれ、まゆみ誰や。うの花。あー、まあね、確かに、まあ、うの花まゆみさんやから。女性に資料言うとるで、あれ使ってないやろ多分。名前メーカー使ってない。なんだろうな。名前メーカー機能してないな。死神さん。まだいい人っぽい。名前メーカー見た上で一覧からあれしたんじゃない。これでいいやみたいな。あ、そうかな。眉毛強いな。これ普通なトリコ。トリコみたいな顔してる。白やば。白。あれ。ヒーローになりたかったら、もしかして。ヒーロー惜しいな。よしや、もう少し前で。間違ってないな。特訓相手死ぬって相場決まっとるやろ。で、この人、全額の人。あれ、しづらいな。判断しづれ。どうだ、実際死ぬんこの人。死ぬ？死ぬよ。うん。ああ、悲しい。
死ぬよな、死ぬと思う、僕死ぬと思ってる僕は死んだと思ってる浮きたけえ、なんか死にそうな感じがする。シロ、あ、なんだろうな、うん、シロってだいぶ惜しい僧侶の断りいいな。こいつもなんか見たことあるけど名前出てこんな。おお、歌嘘やろ。いいか悪いか、こんな見た目してヨウタか。アランカルのとこで浮竹と戦っとったやつって何番目やったあれ。あれ1や。あれ1か。ああ、あれが1か。あいつが一番えぐいんや。本当は。ちゃんと戦ってないからあれやけど。こいつ何やったっけ、忘れた。あ、モンストの超究極で出とった気がする。あ、これ、ウルキオラ？わ、まだ来た。ウルキオラくん。ウルキオラシファーくん。マユミの部下おりすぎやろ見た目で選んどる、さっきから部下を。まあでも確かに治療班っぽい見た目はしとる。ミカやな。こっから悪者っぽくね、明らか顔悪いもんな。ルキオラも悪かったやろ。悪そう悪そうウルキオラ明らかに悪かったことないけどな。そこ悪いってするならウルキオラの格好とか見たってよな。闇落ちどころじゃねえぞ。以前さん猫かぶっとる時の見た目でよかったんじゃないかな。メガネかけた。でもそれは間違いを誘いすぎじゃないか。ドイツが戦うか。ある。もうほぼほぼ全員や。あるわ。ベニマル誰やったこれ。ベニマル、あれ、レンジ。あ、レンジか。ベニマルが苦戦。頑張って倒すん、ベニマル。ベニマル、倒せるん、アイゼンさん。無理やろ。やるな。無理やろ。主人公の最終形態でワンパンやでな。あ、ベニマル主人公やったか。いつも悪人やろ。どうなるん、ザビマルめっちゃデカなるんかな。どうなるんやろ、最終形態。もうあるじゃない。俺自身がザビマルになることだ。マジ？漫画でしか出てないけど、アイゼンさんがあの霊王球を落とそうとするとこめっちゃ好きだったら。アイゼンさんすぐめちゃくちゃするから。アイゼンさん何でもするからな。それも覚醒。覚醒のせいやば。アイゼンさんってなんであんな強いの？わかんない。いや、あれも大体浦原さんのせいやで。揺らげる。そうや。強化水月結局最後まで何か分かってないんやけど僕。わあ。どう認識を変えさせる。ハバッハの右腕。幻覚？強めの。完全催眠。ハバッハ右腕。名前考えてなかった。最終盤に出てくるようなさ、ユーハバッハなんて名前がここだけあるから、あいつだけ浮いとるやん。僕やる前にさ、千年決戦編は入ってないからなって言ったはずなんやけど、でも千年決戦編がどこかも分かってないもん。そういうこと。そうそうそう、僕らが見とったのも千年決戦編って知らんかもしれん。おもろいな。こいつが一番厄介やろ多分。いや、このマジ眺めるのなかなかにおもろいんさな。人工の相棒やでなこいつ。厄介。みんな大好き。何やかよか。何やかよか。千鳥にするか、ぽい、なんか千鳥っぽい顔してる。うわあ。サイコパスガキ枠。
そんなバカあるか。初めて聞いた。特殊すぎるやろ。ガキでサイコパスなのあんまないな。サイコパスガキ分けて初めて聞いたぞ、そのジャンル。ブラックラグーンぐらいでしか見たことないぞ、この枠。これ男か女か結構むずいな。ひざまずけのやつか。どっちでも取れるような、これ。ガキっぽい名前で、どっちでも取れる名前にしよう。いや、そんな名前あるんすか。あるか、そんな名前。めちゃくちゃ女の子やけどな。リンギス。女じゃねえ。はは女じゃねえか。悪人お姉さん枠。重いね。こいつら三人一緒っぽいな、なんか。きより。ここはあれなんやな、なんかあの外国人判定引っかからんねえな。確かに。最初の方のあれなんやってんの。なんだっけどこう。なんか三賢人みたいな。骨見えとるからな。いやでもさっき電撃使いおらんからなみたいな話聞いたったからな。電撃使いっぽいけど、第一印象電撃使いっぽいけど、電撃使いおらんって話聞いたから、こいつ電撃使いにするわ。電撃使いっておらんかったっけ。あいつ、はい、何だっけ、あいつ、パワーも吸い回るタイプな。側近、総隊長の側近の挽回が多分雷やったと思う。あ、そうやったな。てかそもそもあれやん、夜市も一応電撃使いではあるよ。あそうか、あれそうか、あれ電気じゃね、夜市。あつし、夜市電気か、わからん。よし、待った。夜市、あの瞬行しか覚えてない。ヘッドホンつけていい？夜市って電気、いいですか、わからん。はい、いいよ、つけた。どう、いい、お前ら、いいよ。お前らやな。どう、いい感じ。いい。このさ、悪人善人の判断はどれぐらいやっとる。ちょっと、あ、なんかあれして近づけて。いいよ、上から見るか。ちょっとこう見てく中で一番ヤバいやつ誰か教えてほしいわ。名前はいいとして、主人公これ合っとるやろ。うん、合っとる。それは合っとる。一列目の右二人やな。右二人やばい？うん、やばいな。やばい。だからこの三人やろ。ガオヤンもやばい？ガオヤン。ガオヤンやばい。ガオヤンはまあ。ガオヤンもやばいな。ガオヤンもやばい。ガオヤンがめっちゃやばい。ガオヤンやばいの。別にでも、ま、あながち間違ってはない。間違っとるは間違っとるけど。うん、間違いではない。なんかないやろな。間違いではないけど、致命的なところ。本気でなんかもう方向性も真逆とか全然違う方向へ行っとるとかではないか。あ、なるほど。けどなんかみたいな。やばいな。違うは違う。方向性は合っとるけどちょっとやばいかなみたいな。方向性合っとるけどあさっての方向に吹き飛んどるみたいな。右2人はもう全然違うからみたいな。そんなに違う、そんなに違うんや。あ、じゃあ右2人じゃないか。そもそも悪人じゃないタイプか、こいつらじゃ。どう、え、だって一番右で言ったらだって別に割とあっとんちゃうかな。うーん、あー、じゃあそうか、半分ぐらいあっとるな、うん、一番右は。そうなんや。ここ上の上んとこやろ、絶対絶対上んとこやって。違うんや。リッキーは？あ、リッキーもやばい。リッキーもやばい。リッキーもやばい。やばい、リッキー。なんかさ、最初の方外国人がどうとかって気にしとったのに、最後の方全然気にしてなかったやん。一人なんか見やすかった。どうしたの？クイズ。いや、このなんか人間で好きって外国人って。人間サイドとさ、死神サイドであるから、死神サイドはこれ外国人なさせいし。うん。下の最後のさ、ところとかめっちゃ助っ人外国人っぽいってか、もう日本人とかじゃないよ絶対。あ、この辺はな、トモエとかアツシとかつけてるけど。ほんまに絶対日本人じゃないなこいつら。ほんまにめんどくさいな。トモエに関してはもう、いつやろ、一番自信あるやつ言っていい。いや、ゼラキ金八、こいつ合ってるやろ絶対。うん、お、完璧やな。名前完璧やもんな。名前完璧。これ字も合ったりもしかして。字も合ってる。字も合ってる。
こんなシンプルなことないと思ったけど、あっとんや。こいつは素晴らしいよな。ヒョウリンマルはあっとんの。ヒョウリンマルはあっとる。ヒョウリンマルあっとる。あっとんのよ。ヒョウマじゃない。これ。ヒョウマ。わざめって言っていいかちょっと微妙やけど、わざめや。なるほど。ヒョウリンマルは必殺技ではないんかな。そうなんや。残白刀の名前じゃない、ヒョウリンマルって。うん、確かに。わざめって言うとちょっと微妙やけど。ユーハバッハ待っとるやろ。こいつかどうか知ってる。こいつ違うの。ちょっとな、グレー、グレー。グレーな。グレーな。グレーとかあるんや。え、でもこんな感じの雰囲気の人やったな、覚えとんさな。超ハウスの外国人、間違ってはないかもしれん、でも。グレー。いや、今回の出題範囲的には間違っとる。うん、あ、そうなんや。なるほどな。まあ、あとやばい人おる。ゴーキ。ゴーキやばい？いや。そんな？名前がおもろいだ、ゴーキは。そんな。木島さんは名前って一ついるの。こいつも多分な、名前は違うけど概要欄合ってるやろ。誰？木島様、この人。ああ。え？光るしな。開発さんとかなんかチラッとそういう場面見た気がする。ではないか。間違ってはない。間違ってはない。真由美やばいかも。真由美やばいの？この人？うん？いや、合っとるんじゃない？まあ、合っとんちゃう？そうなんや。あっとんや。いようたわ。高校生はあっとるけど。まゆみの隣もあっとるな。新人じゃない方。あ。新人じゃない。小杉さん。この人？アナアイトンの知っとった。アナアイトンのはなんか画像で見たことある。うん。から知っとる。小杉さん。けどアナ悪に至る話が多分どっかにあるんやろなって思って。復活って書いた。この人悪人なん？この人。いや、ヨタ名前やわ。ヨタやばいんや、名前。なんて可愛い名前しとんや、ヨタ。そんなやばい。なんかさ、うん、そのなんか、あ、左頭につけとるそれなんか見覚えないんすよね。下の人やんな、多分な。この人らサイドに闇討ちしたってことやない、ヨウタ君。ああね、そういうあれな。そうそうそう。え？違うか。え、この3人セットは合っとる。違うな。違うんだ。セットって言われたら確かにそうだ、色合いとかちょうどいいもん。確かにちょうどいいな。ちょうどいいし、なんか似たようなのつけとるし。そうやな。全部陣営バラバラじゃない、その3人。そうなんや。あの死神とかつけとるけど、そこを含めると多分な、うん、むずい。そう。あっとるやつだいぶ減るかもしれない。この辺の人らは悪人の句。左何？コウガ？コウガ。やばい。コウがやばいんや。コウガの説明やばいな。ベニバルがやばくなる。ベニバルがクセおもろいな。あの規制まで持ってったベニバルとすごいなってなる。ベニバルの評価爆上がりするな。そんな強いんか。ベニバルがやばい。あれがやばいっす。今のところベニマルの強さがマジ桁違いになっとる。へえ。キトもやばいかもな、その。アサヒト？この人？人、その人どうやろ？いや、鼻右上手で意外と話がわかる人？三毛タイプの人じゃない？三毛タイプではあるんかな、頭使うから。三毛か。
棒ではないか。使っとる。三棒タイプの人おる？おらんのや、三棒タイプ。おるよ、おるけど、そんな、そんなじゃない。めっちゃおるタイプの、あれじゃないやん、三棒。GTU なら千鳥。千鳥？こいつ合ってそうじゃない？悪人厄介悪。悪人厄介悪。めちゃめちゃ厄介でもあったな、でも。そうなんや。厄介枠はあったらしいわ。へえ。この人のおかげやからな。だいたいこいつのせいってやつとだいたいこいつのおかげってやつがあるから。なるほど。あ、なんかあるかな。ガロおもろいよ。ガロ。ガロって名前やのに、で、めちゃめちゃ見た目中堅っぽいよ。ガロは出てほしかった。うん、ガロはなんかカニさん答えれそうな気したんやけど、そう。僕も絶対いけるかな、いけるかなって思ったな。うん、前情報の中にあったもしかして、この人。あるある。あれ？前情報？前情報。技っていうか。あの、あれっちゃう、段階上位っちゃう。段階上位もしかして。そうやな。マジか。こいつか、段階上位。段階上位でした。サポート系って書いてあるけどな。標的系ピアポ。うん、なんかでも犬サポートっぽくない？でこの人もさ見覚えあるんじゃな？けど見覚えあるけど完全に忘れとるから。うん。なんかこのなんかチャラそうな雰囲気含め人間界で仕事してる人かなって感じ。はいはいはい、あ、チャラそうはな、多分な、とるわ。あっとるよ。あっとるな。チャラそうは。そう、その雰囲気は大事。まあ、チャラいね。それで。その雰囲気からなんかチャラそう、もうちょっと能力とかにも派生させていくと当たったか、はい、チャラいが能力につながることあるんや。そうや、サーフィンで戦うみたいな。バカチャラい。へバカチャラい。バカチャラい。バカを強めのチャラい能力。チャラいにしとこじゃこっちにチャラいって書くのおもろいなおもろいな。そう、あとでもなんか他はあんま目立った人おらんかったよな。あ、ミゲル。あと誰？ミゲルは。うん、あったあった、妖怪使い。妖怪使いでいいんすか？ミゲル違う、妖怪使いっぽくない。まあ妖怪使いちゃ妖怪使いかな、ミゲル。はい。そもそも妖怪でいいのか。あ、そう、妖怪が何か忘れたってよな。何やった？それは言っちゃう。いいかな、えんかな。いいっちゃう。まあ言わんと。妖怪ってどれを指すの？ん？ん？敵のことを妖怪って言っとんの？わからん、なんか陣営がいっぱいあるってのは知っとる。陣営いっぱいある。陣営がいっぱいある。あと妖怪がこのなんか人の形をとどめてない系やろ、多分。話が分かるタイプのなんか獣系っていうか、なんていうかバケモン系やろ多分。ってのも多分そうなんちゃう？違うんや。妖怪はそうやな、そのなんていうのおるよ。妖怪は妖怪でおるんや。おる。そうだから、そのなんていうの、人の形をどうとかっていう枠のやつは、うん、ちゃんとおるな。なるほど。もうがたいよすぎる。留学生いいな、マイケル。マイケルマイケルな。マイケル今マイケル。いや、多分この辺主人公サイドやろ、この子に。ここまでガオヤンあたりまで主人公サイドやろ。なんとなくわかるやん。けど、わからんすぎるわ、主人公サイドが何をやるのか。マイケル、ええな。主人公サイド何やったやろな。何を目的としてるかがわからんすぎて、何にもわからん。僕も知らんわ。何したやろ。何点？点数つけるとしたら。何点満点中っすか。これ何人これ？ 1、2、3、4、5、6、7。
めっちゃ具体的に出るやつそれ。名前と概要欄で1点ずつで。何、名前と概要欄で1点ずつ。うん、10点、10点ぐらいにしかならんちゃう。そんな。こんなにおって。まずだって名前はなあ、ほぼ合ってないから。うん、ほぼ合ってないんだ。稼ぎもしてない。稼ぎもしてないか。いちごとケンパチはあっとる。いちごケンパチ。惜しいはおる。惜しい気になるわ。白惜しかったかな。白。白下の方のか。こいつか。こいつ？うん。白はい。ぐらい。ぐらい。ぐらい。ルリはルリはルリ。あ、この人は。あ、ルリ。こもかな。でも惜しい。ユーハバハは三角やもんな。三角やな。三角ない。そうなんさな。三角ね。一点入れといてもいいけどな、そこは。そうなんや。三角やな。本筋に関係ないんや。ちょっと待って、赤で適当につけよう。むずい。いちご丸、金八丸。知識や。白が惜しい。惜しい。惜しいを手に入れていいなら。ルリとユハバカは三角ぐらいっす。名前は終わった。多分そうかな。なるほど、うんうん、様の点入らん。様の点ここだけで点入らん。浜ないもん。ないんじゃない呼ばれたらだってなあ、継承やんかそれって確かに概要欄は概要欄はなんか方向性合っとるとか、まあなんかそれっぽいなみたいなやつは結構おる気がする。いちごはまあ合っとるやろ。うんうん、いちごは合っとるとして、あでもどう、いちごえ違う、妖怪はそのままでいい。妖怪で妖怪は一旦このままでいいわ。そういう要素があるよっていうのだけ。あーあーあー、まあでも方向性は合っとるか。合っとる、合っとるか。主人公でまあなんかいろいろ混ざっとるよみたいな。うん。ガサユキセイリュガシ絶対違うやん。こいつ合っとることあんの？留学させたがるな。留学させたがるな。おろいな。違うんか。その留学生カニさん知っとると思っとった。いや見たことはあるけどマジ知らんよ。見たことある程度。有名やからさ。左から2番目の女の子は、うん、そうか、あっとんちゃう。まあ、ここはここまではあれやな、通話つないおったしな。ともや。ともや。ともやから多分何も聞いてない。あっとらってないはあんまり判断できんな。なるほど、まあ情報が少ないか。いや。情報は出とるよ、多分。僕はあんまりブリッジ見てないから分からん。なるほど。まあ、正解でいいんじゃないかな。こいつも？トモヤ。買い取る情報は間違えてない。なるほど。ガタユースリーレクセイを飛ばして、ガオヤンは？ガオヤン三角でいいの？バツ。バツなんだ。ガオヤンバツ。ガオヤンバツなんや。ゴロウもバツ。バツ。ゴロウバツやな。リュウジは？リュウジは三角いい。やった。三角かな。リッキーは？バツ。バツ。バツ。タケオは？タケオどうなんこれ？いいんじゃない別に。いいんじゃないまるで。まるでいいの？まるでいいんや。やった。ユリアは？ここで妖怪サイド出てくるんや。三角。三角なんや。こいつ分からんすぎれんけど。つとむ。え？トムどうなん？あれが知らん。うん。店長ではないから。コンビニやっとんのまさか。違うか。バツかな。やんないな、バツでいいか。
カズドリ。罰かな。と国家規模で妖怪対策をする人。これやば。えぐいこと書いてんさな、それ。そうなんや。え、これだって丸やな。丸なん。これ丸じゃない。そうやない。そうやない。よう考えたらこれ丸じゃない。そうね。妖怪がちょっとさ、ややこしくなってるけど、だって妖怪ってその妖怪やん。あれやん。まあ、あの妖怪を察するんやったら丸でいいんじゃない。じゃね。丸でいいんだ。やった。ミゲル。ミゲル。ミゲルバツ。かな。まあちょっと情報少ないな、ここも書いてある。もうちょっと書いたら。その。なんかサモナー的なニュアンスやったら罰やな。でサモナー的ニュアンスやから罰やわ。じゃあ罰でしょうか。罰。里へ。里へ罰。里へ罰なんや。罰です。ヤバハバ。罰。罰なん。これ概要欄罰なん。罰。で殺すわっとるやん。殺すわ。殺すわっとるやん。こいつじゃねえもしかして。じゃらかした。ルリは。え、厳密に言うと罰なんじゃない？罰やな。リドン罰？罰。罰。クリス。こいつ絶対。罰。クリス。ベニマルは？スケットが役者おもろすぎる。ベニマルも罰？ベニマル三角。上はどうなんこれ？上はまあ。上はなんか推測できるから、これはもう、うん、当然当然というか、ここが合ってるかどうかじゃない。そこは違うな。罰やな。じゃあ罰や。なんやろ、クリリン的ポジション。クリリン、ああ。いや、でもそれ、違うな。クリリンではないな。クリリンよりは見てないやつ。ワンピースで言ったらキットな気がするわ、なんか。あ、キットね。あ、それがいいか。キットローポジな気がする、あのベニマルは。ケンパチは、ケンパチは違うね。ケンパチはとんでもないけど。ケンパチは罰？いや、まるまる、ん？まるだよな。金八どうなんこれ？三角？あ？いや、いい人か。まるでいいと思うけどな。これまる方次第や。え、三番手は当たりするんじゃないかな。三番手はないかも。あ、もうちょっと上なん。なんか、あの捉え方による。青天井のやつらがおる。あ、なるほどね。じゃあまあこいつは一旦罰でいいか。また、たるき罰。じゃあ決まったよ。はい。三角にしようかじゃあ。氷馬。ヒョリマルあっとる。ヒョリマルは弱いが罰。弱いかませ。弱いが罰やな。弱い罰やったらかませのも罰やろな。たまにかませにされる瞬間あるやん。うん、かませなときは。かませはあっとんの。かませはある。めちゃくちゃ。ちょっと言葉遣いがね、あれな来ないよ。ああ。そうやな。まあ、三角か。三角。三角。レイコ。これはようわからん、俺。この人テクニック系ではあるんじゃない？どうなんこれ？まあ、さっき見た感じ、テクニック系はテクニック系やな。ゲーム系は？一番下は×。ここだけ×。じゃあ三角にしとくわ。幻惑系なん？え、違うの？幻惑ではないな。違うやろ。じゃあ罰にするよ。ここだけやろ、あとのじゃあ。そうやな。じゃあ罰やわ。要素書けば書くほど罰になる。そらそうやわ。剣閣さん。剣閣さんは上はあっとる。え、ああ、ここあっとるね。ここはあの、なんだっけ、誰って言ったっけ。時期次第じゃないこれ、時期次第。あの、寝てる会長ポジション、ね、寝てる会長ポジションは合っとるか。うん、は合っとるんや。うん、まあ強いのも別に間違っ、うん、でも最強かって言われるとあれやな。こんな見た目のジジイが寝てる会長ポジション以外に立つことおる？ないない。ある。だいたい寝てろか亀仙人ポジやで。こんなジジイ部下やったら嫌やろ。確かに。用務員とかやったら嫌やろ。まあ、三角にしとくか。な、数百年前やったら最強やでな。前までな、伸びまくって、ヒゲも伸び放題な。こんなじいちゃんがさ、誰か部下とか超嫌やで。
次、総兵。あれ素早い系で主人公のこと聞いてない。あながち間違ってないよな。あながち間違いじゃないのかな。判断に困る。うっすらみんなのこと嫌いそうじゃない、この顔。ちなみに男じゃないで。え？うん。男じゃないな。バストアップずるいわ。そうだから全体像見るとな。そう平行にしとこうじゃあ。なんで何中国人になって。まあ男女間違えたからこいつバツでいいわ。それはちょっと良くない。ゴーキ。ゴーキ。ゴーキ。めっちゃ負ける合ってないこれ。間違ってもない。どうなんこれ。このめっちゃ負けるっていうのが、そのパワー勝負にめっちゃ負けるっていうニュアンスなのかな。だとどう。あ、テクニック系ってこと？実はなんていうか。そのパワーめっちゃ自慢してくるけどパワーそんなないみたいな人おるやん。ああ見かけ倒し？そうそういう系なんかなと思って。パワー勝負のかませ役ってことや。そう。パラメータパワー振っとるけど振り切っとるやつらには負けるみたいな人かなっていう。じゃあ罰。罰なんだ。罰なんよ。こいつ割ってんの？丸。こいつ丸やった。まゆみ。丸。丸なん？かつみ。た三角じゃない？え、これ三角？いや、ヒーラーやし。ヒーラーは丸やけど、その下がさ。戦闘描写別に。そこそこが間違ってるってこと？うん。戦闘描写あるんそれ。じゃあ三角にする。どこまでやるか。揉めるなら三角。ああ、そうか。そうか、そうやな。だってそこそこ。この時まだ戦ってないんか。ユーハバハ入れる。そっか、それ入れたらユーハバハ丸やもんな。あ、そうなんだ。そうなんさな。あ、じゃあ三角が。オッケー。勝美。バツ。バツやな。新人だけ書いてあってバツなことある。マジ。特大のバツをつけとこそこは。特大のバツつけとこ。じゃあこいつは本当にバツつけとこわ。こいつは？より彦。バツ。こいつはバツ。バツ。まあ、ここは新人なわけないってことか、ここが。裏切りとスパイ系めっちゃおもろい。目細かったらそう見えるわ、うん、そうやな。ガロ、ここにこのこれは後付け情報やからなしで、この上からけど、罰やんな、多分な。段階上位でしたやから罰やんな、こいつ多分な。そうやな。ユキヒトも罰やろ、まあ、チャライがあれが上やもんな。うん、さっき聞いた話やから上からやから罰やろ。2列目はあったんじゃない？あ、これ？強め。強め何なんそれ？死神。人間界で仕事をしている死神で強めや。あ、そういうこと？あ、じゃあダメか。あ、じゃあダメ。じゃあダメやな。オッケー。キジマ様。光る開発担当。これはいいんじゃないですか？まるでオッケー。まるでいいと思う。やったー。はい。小杖。マツ。丸つけて。小杖は丸じゃない、これ丸やろ。これ丸や。いや、でも、まゆみの部下じゃないぞ。あ、そっか、まゆみの部下ってなったのか。うん、まゆみの部下で結構頑張る人。結構頑張るわ、あっとるな。まあでも、これが間違っとんなら、罰やわ。ややこしいな、うん。部下として頑張る人って感じやから。名前がややこしいさな。うん、わかる。そうだ、わかる。確かに、名前ややこしいな、これ。名前がややこしい。気になる。白シリコン直感いて、ね、多分2列目が合っとるこれ。あ、死ぬんだ。死ぬのが合っとんのよ。多分死ぬ笑うって。そのネタバレになるやん。これはそれで、これはまあ言うて、こうなんかそういうあんまその要素含んでないから、こっちで見たらつ、こっちだけ見たら罰。オッケー、じゃあいいや。ヨータは罰。罰なんね。特大罰。前の部下その2、作中で出世。作中で出世せんことないよな。多分。え？あるんや。罰なんだな。オッケー。
コウガコウガってやばいな。言われがくせに言い過ぎてもおもろい。そんなやばいんや。これ罰か。特大罰を教えて。ベニマル転生した説があったらワンチャンあるな。転生したらベニマルだったけん。この辺、じゃあ下やばい、やばい、もしかして。早期は？罰。罰。また人。罰。罰、一人。あれ？え？また人ある？罰やろ。罰やな。罰ね。千鳥。厄介ではある、厄介ではあるやな。まあでも悪人の厄介枠やから、悪人じゃなかったら罰かな。では丸？丸な。丸なんや。丸。丸、やったー。うん。リン、サイコパスガキ枠のパワータイプ。罰。罰ね。サイコパスガキ枠は初めて聞いた。サイコパスガキ枠ってそんな枠存在しとんの？おるやん、おるやん、なんか。そこなんやけど、僕のおもちゃが壊れちゃった枠。あ、ひそかじゃないよ。普通にガキのやつでさ、おるやん。ひそか枠。あ、そう、そいつ、あれな。リン。うん。なんかさ、性別わからんみたいな。うん。ああ、そうか、男じゃないってやつ。ああ。まあ、男、女ってこと？そう。女で。4人ね。まあ、どっちとも取れる名前にしたから。じゃあ、セーフやな。セーフ。はい。ともえ。罰。罰なんや。あつしは？罰。あつしも罰？電気使いではない？下は？下は？基礎捨ては高いからな。そうやな、基礎捨てめっちゃ高い。へぇ、パワーもスピードもあるタイプではあるな。じゃあ三角かな。三角よし、三角ややこしいやば、何時間やっとんのこれ。丸2点、丸2点、三角1点で調べる。2、4、15、17、18、19、20、21、22、23、25、27、28、28、28点。なんて待ってた、結構あっとったんちゃう、けどこれさ、丸一個2点やからさ、6、7、12×2×2。そうそうそう、いくつや、42、84、168、168点満点の28点やな。結構終わりか。168点。もっとキリのいい枠数にしたらよかった。10と5とかで10の28。あ、やるやん。やったー。右下28点えぐいな。うん、えぐいえぐい。10点とかでもすごいもん。まあ完全に知らんわけじゃないやん、言うて主人公知っとるしならいいんじゃないでしょうか。